きっぺいと同じことした。下べろで鼻くそほじったよ。そう来ました。イエーイ、アドベンチャーワールド。チケットが可愛い。パンダでした。私はクマ。じゃあ行きましょう。15分からイルカのショーが始まるからね、それに合わせて。あ、ゾウおるよ。隙間からゾウが見える。あ、いたいた、ゾウさん。やめなさい。すごい格好でご飯食べてるよ。一人しかいないよ。どういう格好あれ。おっさんやな。なんだおる。ねえ、目つぶって食べてね。開いてるわ。ね、ご飯さ、まずさ、色塗りする前に何食べるか注文考えないかな、じゃあ。チーズは分かってねえな。こちらひょっこりキリンのご飯です。どうぞ食べてください。キリンのプレートついてました。食べます。どう？どう？顔なくなっちゃった？あららら。まだキッペまだの結構残ってんね。食べれる？量が結構多いね。下から持たないかんよそれ。でかっ。どうお味は？おいしい？グー、よかった。ルール破ろう。うん、ルール破ろう。海賊みたいに食べよう。ルフィみたいに。なんでよ。さらと近っ。ということで、ボーティングサファリ来ました。カメラは僕監督がいます。コーチング係スタート。1回かかんだらそんな手こいだったのに2人乗りのテンションだよ。面白そうや。キッペイが前に乗って俺こいだるのになんかいるな。ドアがありますね。なんか違う、鶴みたいになっとる。写真撮るよ。おい、写真撮るよ。ほら。はい、チーズ。お、こっちなんかある。行ってみようぜ。人形がね。どうやらここ今2台おるらしいよ。ちょっと待ってよ。お、すごっ。見晴らしい。俺の仲間がおる。俺の仲間とは何や、どれや。お猿さんのことかい。あ、マントヒヒじゃないこれ。手でやるんじゃないの。もういいわ。じゃあちょっと俺の手に。回してみて。めっちゃ回して。止まるまで。あ、どうぞ。開けて、パカッて開けて。出とる。反対にも回すの？反対回す？いや、もう回す。あ、それで回せんのか。臭い？すごい上手。きっぺ投げてみえさ。あ、きっぺ投げるってぐっちゃ。あ、上手。もう一回投げてみ、キッペ。おい、マジで小さいやつ。あ、どうだ。上手。やってみて。めっちゃ下見とるよ。みんなが向こう投げるもんで。投げさせて一個。うくさ。餌草。いくよ。おい。ナイスキャッチ、取ってくれた。ワンハム家族、毎週金曜日配信中。こんなとこ行くん。わお。隊長お願いします。おお、すごいいいね、大自然。やばい。うわい、こんなんある。あ、もう出口。うわ、なんかさ、ジュラシックパークっぽくない？ゾンビ映画みたい。やば。もしさ、穴が開いとってチーターが出てきたら、あ、すごい。可愛いけどちょっと威嚇してないよな顔。グイちゃんの鳴き声に反応しとるか。あくびしとる。全く聞く気はないけど。あ、確かにもののけ姫ね。もののけ姫出てきたこれ。何やったっけ？なんとか様。うん、なんとか様。違う。獅子神様や。クソ赤いやつ？ちょっと獅子神様に向かってクソ赤いっていうのはどういう表現なの？怒られますって。あれやと普通なんか入るやん。え？入っていいの？あ、入っていい、大丈夫。入った瞬間にでかい鳥に触られたら、助けに行くよ。いいよ。はい。次、俺でも。いいよいいよ、取りや。すごい。キリンさん。キリン。あ、ベロ出たよ。マジ？うん。あ、本当出た。ベロ出しとった今。足長羨ましい。来世こそは。お、ベロ鼻。キッペイと同じことした。下ベロで鼻くそほじったよ。キッペイそういうやつやらしいよ。こっちに変な島もおるよ。しかも菅野様もおるし。あ、触れ？触れそうやもんね。かわいい。こっち見た、かわいい。今もおる。サバンナやん。何がすごい？お食事タイム。お食事タイムしとる？あらら、ほんとちょっと待って。キリンさんがお食事タイム。え？あれ。あれ食べていいやつなのかな。餌とかと違うよね。あれ食べていいの？食べちゃいかんかもしれんけど。あ、赤ちゃんキリンなんだ。かわいい。おやこや。かわいい。あ、なんかこっちにもまた違う動物いるね。あ、こっちにいっぱい人いるよ。もしかしてさ、もっと食べたいのに食べれるじゃん。そうかもしれんね。上手に口に入れれないのかな。ドカベ的な感じかな。ドカベンか。お、これは何キリンですか？あ、来たよ。こんにちは。流行り。このしましまの反り込みがみんな入っとるっていう。横断歩道渡ります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。次回は和歌山県ボリューム2アドベンチャーワールド後編をお送りいたします。横断歩道の先にはまだまだ可愛い動物やかっこいい動物がたくさん出てきます。どうぞお楽しみにしていてください。もし動画を見て面白いと思っていただけたり、興味を持っていただけましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また、ご質問や感想などコメントもお気軽にいただけるととっても嬉しいです。それではまた次の動画で。バイバーイ。最後までご視聴ありがとう。